もう一、以下先哲症増臭より、大月春斎大月春斎文久二年四月九日は、幕末の乱暴医、幕府医師、初代西洋医学書峠取り。名ははじめ、文化三年、道の区国物群、赤井村に生まれる。安政五年、伊藤玄北、戸塚正解らと図り、お玉が池市当初設立。道所の長となる。万円元年九月一日、将軍、 徳川家持に配越し、お目見え医師となる。同年10月27日、道の区国仙台藩より、幕府医師に登用される。お玉替決消し当初が光栄となった後も、そのまま頭取りを務めた。文久二年に死去。母妃は、菅も総前寺に存在する。この大月元春は後に春祭の名を継いでいる。お玉替決消し当初は、西洋医学書、医学書等と解消。 発展し、東京大学医学部の前身とされるため、春斎は、東大医学部初代総長とみなされている。なお、漫画家の手塚治虫の祖父である、手塚良仙は、妻の兄にあたり、妹は予選の弟、酒のべ良説の妻である。また、同じ仙台藩の出身で、蘭学者の家系でもある、大月玄拓の家系とは、血縁的なつながりはない。ありがとうございます。